シリーズの2日目最終順にレース瀬戸内ドリーム戦に出場する6選手がこれからボートに向かいます。今日シリーズ2日目も風は強弱がありましてスタート気を使う、そんなコメントが出ております。1号艇船岡洋一郎選手、昨日の後半カードは行き足もターンも良かったという明るいコメントが出ておりました。第67回中国地区選手権、昨日の各地区のトライアルワンツーとしたメンバーがここに登場です。今日2日目のメインカードお楽しみは第12レース瀬戸内ドリームです。1号艇は船岡洋一郎、2号艇佐々木寛太、3号艇田口節子、4号艇白井英治、5号艇山口剛、6号艇茅原裕樹、以上の6名。インは1号艇船岡洋一郎、人気の中心。ここは高枠を手に地元とあって一層気持ちも入るところ。船岡まずはスタートに集中。2コースは2号艇の佐々木寛太、動きは警戒。3コースは3号艇高1点田口節子、1走目はまっくり出しを決めています。そして外枠の3名は昨日のトライアル1着組、角は4号艇人気対抗格白井英治、5コース5号艇山口剛、ここはキャブレターを交換。6コースは6号艇茅原裕樹、初日唯一の練習発進、連敗を目指して好スタートを切りました。茅原ここはリング1本交換です。ホーム向かいの風、今風速4メートル、人気の船岡のインセン、角は4号艇白井。第12レース瀬戸内ドリーム内から1番2番3番4番5番6番でスタートしました。インから踏み込んだトップスタートは1号艇人気の船岡、イストシバークに向かっていく。逃げる1号艇の船岡にまくってきた3号艇田口は届かない。まくり出しズバッと5号艇の山口でバック側ですが、先頭は2型1号艇船岡洋一郎、二停身で5号艇山口2番手つけ、その後ろ少し水がいて3号艇が3番手、あとは6番2番並んで最後方が4番。スタートは正常でした。2マークトップで1号艇、続いていく5号艇、3号艇に対して握り込んでいったのは2号艇、ホーム側に帰ってくるんですが、3着争いは一歩前は2号艇の佐々木寛太、すぐ後ろに3号艇の田口となっています。現在上位の3艇は1番5番2番でレースは2周の1マーク、2号艇の佐々木が3番手旋回、その後ろから内をめがけてきた3号艇の田口が迫ってきました。さあ届いてきた3号艇田口、2号艇佐々木を完全に捕まえて3着争い並走に持ち込んでいます。その後ろは水がいて4番6番が追走、2周の2マーク、内寄りから3号艇田口が張るように回っていく。しかしここは握り込んでいた2号艇の佐々木踏ん張っていまして、まだまだ続く3着争い。今内側に3号艇田口、外側に2号艇2号艇の佐々木でレースは最終周回。一方先頭はトップスタートから逃げた1号艇船岡、2番手は5号艇の山口、そして3着争い3号艇田口が先に回っていく。 V はめがけてきた2号艇の佐々木なんですが、ここ前にいるのは3号艇の田口で、現在上位の体型は1番5番3番です。さあここは地元勢のワンツー、先頭は1号艇船岡洋一郎でこれからラストターンマーク、2番手は5号艇の山口剛、そして3号艇の後ろから2号艇が再度やってきた。土壇場詰め寄るんですがしのぎました3号艇田口で体型1号差。先頭は1番ゴールイン、5番ゴールイン、3番2番でゴールイン、4番ゴールイン、ラストで6番ゴールイン。